でもまあそんなこと言いながら皆さん携帯はお持ちなんですよね。私は持ってません。あれ会長持ってないんですか。会長は持ってらっしゃらない。じゃあ会長と連絡取りたい場合どうするんですか。連絡取れません。皆さんこんにちは、タスです。今日はトレビアの泉を見ます。トレビアの種はゴール横には公衆電話のあるサッカースタジアムがあります。公衆電話ゴールの横に多分プレイヤーは怪我にした時に救急隊の電話をできるためだと思います。どうと思いますか。理由をコメントしてね。もし動画が面白ければチャンネル登録といいねお願いします。じゃあ行きます。おお、サッカーのゴール横に、うん、公衆電話のあるスタジアムがある。面白いね。あの本当になぜかな。もちろん、ゴールの横だよ。どういうことそれ。こちらが確認の VTR です。それはブラジル最大のサッカースタジアム、ブラジルにマラカナンスタジアムにあった。スタジアムが建設されてから53年、ペレやジークをはじめブラジルが誇る名選手たちのスーパープレーがこのスタジアムで繰り広げられてきた。そしてそのゴール横にかもしれません。あった。本当にあったね。スタジアムの広報担当者アンブロシオさんはこう語る。De um modo certo, o está no Maracanã para os homens da imprensa, compreende? Só se for por brincadeira, tendo um juiz tranquilo também. Mas se o juiz é severo, se ele brincar, ele dança. É, すごい。実際に公衆電話を使用している映像をご覧ください。1997年のブラジル最強を決める試合、延長戦へ突入し先にゴールを決めた方が勝者となる。劇的な勝利に酔いしれる大歓声のファン、それに応える選手たちの中、勝ったチームのキャプテンは。チャンピオンになったよ。確かに選手が使っていた。ちなみに、なんかかわいい。で、お jogador às vezes ao marcar um gol vem correndo para o orelhão e muitos juízes não aceita isso. Então aplica o cartão. 試合中の電話はイエローカードだ。そうなの？公衆電話がいつじゃ設置されたの。1980年に電話局が試合結果をすぐに報告しやすいようにマスコミ用としてあそこに設置したんですけれども、両サイドのゴールポストの脇にそれぞれこう2台ずつ、計4台設置されておりました。で現在は携帯電話が普及して、まあ、マスコミも、使用していませんが、電話局が宣伝のために設置しています。選手が試合中にかけると本当に審判にイエローカードを出されます。本当に、そうなんですか。はい、これよりはかっこいいよね。まあそうですね、うん、携帯電話ね。公衆電話が減ったってのは寂しいですね、そう考えますと、うん、でもまあそんなこと言いながら皆さん携帯はお持ちなんですよね。私は持ってませんよ。あれ会長持ってないんですか。会長は持ってらっしゃらない。じゃあ会長と連絡取りたい場合どうするんですか。連絡取れません。じゃあもし加納美香さんが連絡先をお教え願いますかというふうに。携帯買いますよ。そのこと一番驚いたことです。公衆電話のあるスタジアムが、サッカーゴールの横にある公衆電話が禁止されている理由が分かりますが、コンセプトが少し可愛いですね。サッカープレイヤーは大切な人を呼ぶ姿がファンにとっては
楽しいものだと思います。私は子供の時にサッカーをしたのが、私はサッカーに本当に苦手でした。早く疲れました。もっとトリビアの泉を見たい方はこちらです。で、私のメンバーシップかパトロンというサービスに参加して私をサポートしてくださいね。じゃあ、また見てね。バイバイ。